それではただいまより第37回正論大賞講演会を開催いたします本日の講師は第37回正論大賞を受賞されました東京大学名誉教授の平川助博先生ですこんばんは産経新聞の飯塚でございます今日は第37回の正論大賞受賞記念講演会ということで えー、皆さんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。えー、今日はあの平川先生の講演会。あまずあのこの度の受賞改めておめでとうございます、えー。今日はあの講演会非常に楽しみにしているわけなんですけれども本来ならですね、えー、たくさんのあの一般の方にですね、えー、来ていただいて、えー、講演を聞いていただきたいというふうには。 思ってたんですけれども、まあ、皆さんご存じの通り、こういう新型コロ,新型コロナウイルスの感染防止のため、まあ、そういった観点から、ですね先生のお知り合いの方々を中心に人数を絞って、こういう形での開催という格好にさせていただきました、この場を借りてお許しを願いたいというふうに思います。あの平川先生 日本を代表すする比較文化史家でございます英語、フランス語、イタリア語、私なんかもう日本語だけしかできないんですけれど、もう本当にね、各国の言葉が堪能で、日本にとどまらず、世界のいろんなね文化を学んで、その博識を背景にですね、 日本の皇室とか、神道とか、こういった日本の素晴らしさを各国語で伝えておられます本誌の正論のメンバーとしても、90歳を迎えられた今なお、幅広いテーマで執筆をしていただいております、本日の長官にですね、神道の是非論議は多分なのか。 という記事も書いていただきましたありがとうございます今の日本のあり方を問うこの先生の真摯なお姿というのがまさに正論対象にふさわしいというふうに評価されたわけでございますですね。先生のご紹介ビデオを用意いたしましたので、えー、ご覧ください平川さんはフランスドイツイギリス イタリアなどで学び、復眼的な視点を持つ比較文化学者として、国内外に発信してきました。昭和6年、東京で誕生。3人兄弟の末っ子で、父は日産系の科学会社の技術重役でした。戦前の8年間夏休みは一家で 暴走へ秘書に行ったり、伊豆大島でラクダに乗ったりして過ごしました。シンガポール陥落では、東京の小学生を代表して、陸軍へ感謝放送をしました。小学校のクラスからは、平川さんを含め、東大教授が5人出ています。小学3年生の時、養護経験がある父が、 アメリカ人女性から英語を習わせましたそれが外国語との最初の関わりです中学では数学・物理・化学・英語の教育を重視した少数専鋭の英才教育特別科学組に選ばれ昭和20年前後では例外的ともいえる充実した教育を受けました満16歳で飛び級して 旧制一校に入学、約半世紀を駒場で送ります。マルクス主義とは知らず、社会科学研究会に入り、共産党幹部のフワ・鉄ツゾ氏は駒場寮で同室でした。学生改革で一校が廃止されると、新生の東京大学を受け直し、教養学科、フランス文化を卒業、 島田金次教授の比較文化の大学院に進みました修士課程で留学生試験に合格パリに来て1週間で大技師の通訳のアルバイトをしました日本に帰ったら二度とヨーロッパに行けないと思い込んでいたので朝食を抜き頑張りました映画の字幕制作のアルバイトがきっかけでフランスの映画にも出演しました 水平の役でセリフは一言カタコンブ,コンブここですよなかなか OK が出ず撮影に1日かかりました、うん、舞踏会では父のタキシードを着て陽光前に習ったダンスをしましたフランスドイツイギリス イタリアなどに6年間留学ししし帰国しました昭和39年東京大学助手に採用され平成4年に定年退官するまで駒場の教養学部で教鞭をとりました大学紛争では暴力で大学が封鎖されても学外で授業を続けました「紛争はマスヒステリアにしか思えず学問の自由を守った」 という気持ちでした東大のほか北アメリカフランス中国台湾でも教え教えたことは必ず著書にしました中国には3回台湾には2回長期にわたり教えに行きましたアイルランドでは小泉八雲を研究して彼が泳いだ海で泳ぐのを楽しみにしました台湾では 中国国の反国家分裂法にに抗議する100万人デモに参加しましまた。ソウルでは女子大学校で講演するなど外国へ目を向けて事故を主張する国際派の学者として活躍し各国で受け入れられてきました妻の依子さんがいつも寄り添いました最近撮影した 家族のお写真です。日本語、英語、フランス語の数多くの著作のうち、代表作が平川健広全18巻に収められています。所著作は、修士論文を短縮したルネサンスの詩、イタリア。 ルネサンス文明に直面したフランス詩人の苦闘について考察しました博士論文のコン要塞の系譜は平川さんが比較文化史家としてのアイデンティティを確立した代表作です明治の知識人がどのように西洋文明と向き合い日本人としての自己を確立していったのか 森外を中心に論じましたこのほか、夏目漱石、小泉八雲もこと、ラフカリオ・ハーン、現地物語を翻訳したアーサー・ウェイリーなど、内外の気品ある人たちの姿を鮮やかに描き出しています。日本語語のみならず英語 フランス語の著作もあり、ダンテの新曲など、イタリアのの三大古典の翻訳もしています特に2005年にイギリスで出版した、ジャパンズ・ラブ・ヘイト・リレーションシップ・ウィズ・ザ・ウエスト、日本と西洋との愛憎関係は、日本解釈名著百選に選ばれ、評判になりました。 正論に連載されていた平川先生の原稿をまとめた書籍が3月発刊されました平川さんは一貫して世界の中の日本人として時系の念を持ち続け90歳の現在も精力的に執筆活動を続けています それでは平川先生にご講演をお願いします盛大な拍手で、えー、お願いいたします本日は皆様 お集まりくださいましてありがとうございました。もう2年間経って久しぶりに皆様とお目にかかれることができて嬉しく思っております。えー、あの産経新聞はあの平川透氏はこの度そのあの皆さんハンドアウトをお配りしましたらご覧くださいませ。その1に書きましたが。 あの復眼的アプローチが認められ、正論、大賞、受賞と報道されましたであの、報道関係者はですね、今、せっかく褒めていただいたのに悪口言いう恐縮なんですが、あの復眼的アプローチとおっしゃいますが、あの繰り返し報じましたが、切得に見えた方に聞くと、具体的にそれが何を意味するか、必ずしも理解しておられないんですね。 であの平川の担当だったらあらかじめ著作集ぐらい読めばよさそうなもんだと思ってるんですがどうもあの皆さん怠慢だと私は思いました。であのするとですねあの村山談話は1995年8月15日の村山談話は,は引用の2ですが。 あれは単眼の歴史観だが2015年8月の安倍談話は世界史の中の日本を見つめているから伏眼の歴史観だと申す方が現れまして私もハッとしてあその通りだ、えー、これはいい説明だと思いましたこのように伏眼的アプローチとは文学文化の研究だけでなく 国際関係を論じる上でも役に立つ、政治家の歴史認識にも、各べかわざる知的訓練であり、世界認識の方法である、そのことが監督されて、私も改めて正論大賞が授けられて、嬉しく感謝している次第でございます。で孫のの兵法の彼を知り のという認識方法は、大学人にも、新聞人にも、国際政治の実務に携わる人にも参考になるアプローチだと思います。で、現在の私の読者や聴講者は、実は大学生よりも、一回りも二回りも知見が上の外国体験や人生体験の豊かな 社会人の皆様の方が多い日本の人文学の中心はもはやアカデミアではなくて本席にお集まりのような皆様の方に移りました大学の水準は非常に下がっております大学院も特にそうですで、どうも悪口ばかしいって <laughs> あのえーでまあ、それで私は本日は自分の学問的方法を分かりやすく具体的例に即してご説明することで問題提起にさせていただきます。あの私は20年前にフランスの比較文学雑誌に比較研究コンパラティスムとは何かと問われて それの答えとして、引用さんですが、知的一夫多妻主義、ポリガミンアンテレクシュエルと答えて、喝采を博しました。えー、あの本日もハンドアウトの上にそう書きましたが、しかし、その一夫多言語主義とは何かという題で、私の学問を説明しようと思いましたが、そんな題にしますと、内外のフェミニストの皆様から誤解され、 非難されれるかもしれないんですね近頃は恐ろしい世の中でありまして曲解されては大変と懸念して代を改めて彼を知り己を知る比較研究者手の内を語るにいたしましたそんな伏眼の見方がどの程度有効かその検証を兼ねて私がどのようにして伏眼的アプローチと自称する比較研究者となったか その生い立ち、より正確には、私の日本人の人文学者としてのアイデンティティの確立への道筋をまず申して、皆様のご参考に供します。学者としての手の内をさらしますから、若い皆様がそれを見て私を批判し、さらに先へ進まれることを切望いたします。なお、えー 本席においでの方は全員年齢的に私は私よりお若い方と存じますでさて写真アルバムでもあの紹介がありましたが私はあの中学旧制中学4年で旧制高校1年を過ごしてそれで新生東大に入ったその飛び木をしたおかげであの人より早く第2第3外国語を 学び、まあ、戦後いち早く昭和20年代にフランス政府救生留学生になりあの比較研究には複数の言語文化を学ぶべきだと思ってそれであのフランスドイツイギリスイタリアと留学に留学を重ねたわけであります。実はそのために就職は遅れに遅れまして学部卒業後16年。 ようやく母校の常勤となりフランス語イタリア語や比較文学比較文化を教えましたであのここには外国語専門の学者の皆様も何人かお見えですがえー、あの覚えた単語の数では私はかなり上の方に位置するんじゃないかと思います。 でアメリカは露骨な社会でありまして何でも金銭に換算したがる人がおります。その看過で甚ははだ品格が落ちますが私は教室であの学生に向かい「英語の単語は1号を覚えると一生に1万円の価値をもたらすそうだ」「1日に10万円稼ぐつもりで単語を毎日当ずつ覚えろ」などと およそ増牙の塔らしからんぬ教え方を50年ほど前にしておりました。今日もその時の学生さんが見えております。で、えー、今ではあの1日、あの単語1語1万円よりずっと高い価値になるだろうと思います。すると、その東大生も去るもので。では、平川先生は何語で一番収入がありましたか？と聞くから。 フランス語教師としてあの就職したからまずフランス語。イタリア語は断定以下の翻訳で賞も頂戴しその総額は本日頂いた額よりも高いとかそういう失礼なことを申しておりました。<laughs> であの、えー、それで英語はあの北米や英国で講演も講義もしあの先ほども出ましたようにあの分厚い 体調も出しただから英語は大変な価値がある。で収入の割が悪いのはドイツ語で先ほどのご紹介にもうドイツ語は抜けておりました。であの翻訳はあのホーフマンスターのみただし金銭に変えられぬ尊い価値がある私はドイツ語を習ったおかげでドイツ語教師の娘と結婚して生涯の幸福を 得ましたよりどうもありがとうございました。<laughs> これがあのふざけた外国語教師での,あの私の自己紹介で最初にジョークを言って聴衆の音がいを解くことはアメリカで学習いたしました。で私は外国語教師としてまた比較研修者として学問上の一夫多妻ならぬ 一部多言語主義を実行ししてままいりましたそのために一言語専門家の一国網の皆様から学者としての規律をわきまえぬ怪しい人間とみなされたわけであります。で世界の大学の多くは19世紀というナショナリズムの時代に整備された関係もあり、まあ、言葉の壁という分け方はごく自然ですので 学科区分は一国一言語単位、例えばアメリカ政治史、イギリス思想史、ドイツ哲学、フランス文学、インド宗教史、中国倫理思想史など、ナショナルな言語の枠で学科も学問も区分されました。で、引用4に、その学問区分をディスプリンと申します。ししかしそのの規律の中で 持続していていは専門白痴になるこの「専門博士」っていうとこの言葉もいけないんだって案ありますけれどもえまあ本当にそうなんですね。であ実にあのあれですよ「カシオ」とかああいう電子事情ですね「バカななんんてても出てこないんですねバカバカしいな」って言ったら「バカはいけないけどバカバカしいはいいんです」っていうの。 そんなおかしな話ありますからね。あの、まあ、また脱線しましたが。で、あの、皆さん専門博士になって多国物の中に入ってはダメだめだ。そういう指摘がされたのが大学紛争の際であります。で、その際に言い出されたのが、学際的、インターディスプリーな学問をする必要が言われました。で、私の複数言語主義は、それを先取りしたもので、それで先ほど、 あのお見せした写真にありましたように東大の比較の大学院だけは全東大の中でただ一つ学外で授業を続けました私はそのことをひそかに誇りに感じておりますであのそれで私はあのユーモアを交えて「インテレクシャルポリガミー」と申しましたがこれが実は最初に申した複眼的アプローチなのであります 森外の言い方を借りますと、日本足の学者であれということで、一本の足は日本に下ろすが、もう一本の足は外国に下ろし、そのコンパスの先をぐるぐる回して複数の外国に下ろしたい。それで自分の能力に似合う程度に複数の外国語も学んだ。というか、 17歳の時から私は自分がしたくないことははっきりしていたそんな精神的には贅沢な人間でそれで貧乏でもいいから自分の好きなことをしたいという好き嫌いだけははっきりしていましたで横着なことを白状いたしますと50年ほど前教授会でこれから東大ではイタリア語教育も行うから その責任者に平川を任ずると突然言われたときは、緊張して、起立して一礼しましたが、心中では、イタリア語の専門家になってはだめだぞ、イタリア語はあくまで自分の副専攻の一つで、主専攻は比較文化史家として、日本を復眼で見直す仕事に合うのだぞと、自分で自分に支えいておりました。えー、ということは、 私の専門は研究対象国にあるというよりは、平川の特色は比較するアプローチ、その仕方、その方法にあるということであります。私は人文学者として学問的機動性の能力のある学者になりたかった。まあ、人より生まれつき、ほんの少しだけ能力もあると思っていた。で、それを 分かりやすすいい例えでご説明いたします敗れた太平洋戦争を振り返りますとあのドイツ語の大島博陸軍中将は子供の時からドイツ人の家庭で育てられドイツ語は非常に達者でしたあのドイツの映画で大島大使ほどよく画面に登場した人はないそうですでドイツに系統日独同盟締結の 立役者になってしまいました日本の軍人エリートは陸軍大学を出た英才ですが一国一言語単位で品語とかシナツーとかドイツ通とかそれぞれ固まっておりましたそれで大島博史は日本をドイツと親中させてしまったわけでありますで、小磯邦明首相は在外勤務の 武漢の動向を批判して引用の6ですが「ことに少子なのは英国に長い人はパリやベルリンを誹謗し仏国に長い人は英読をよく言わず駐在国が駐在者の母国でもあるかのような話しりを話しぶりを聞くことがしばしばである」と申しました。これはあのアカデミアも全く同じでございます。で、えー まあ、特に旧制帝大旧制高校の頃はドイツ語の先生は偉い人が多くてドイツ風の学問が重ぜられましたドイツ全てに貫たるドイツドイツラント・ユーアーレスでありましたで戦後はフランス教室が花形でそこはフランス万歳を言ってれば居心地がよろしくて皆さん日本は天皇制だからダメだとこうおっしゃるのはフランス革命を 理想化することの反動として日本の国柄をの否定をおっしゃっていたわけであります。で野心的なスペシャリストはエやもすれば国を滅ぼしましたがまあ真面目な一国一城の主である専門家はやはり尊いし必要でもあります。しかしいつも役に立つわけではない。ね、私は子供の頃 日本軍は南洋に展開しマークス島とかウェーバー諸島とかマーシャル群島とかに多ツボをしっかり掘って敵襲に備えましたしかしアメリカの機動部隊はそんな島は迂回して赤道付近から一挙にサイパン島まで北上してきた私は学問についてもそのような機動性に富む楽風を重んじたいマルクスの哲学とか ウェーバーの社会学とか、マーシャルの経済思想とか、固、えー、有名詞のついた特定人物、特定問題の専門家は必要で、それも大切だが、それとは別に機動力のある少数精鋭の人文学者、複数の規律にまたがる日本足の学者も必要不可欠だということであります。それで、一国一言語の専門家に、 安住することなくあの修士論文は先ほど見ましたようにあのルネサンスの書を書きました要するに高度に発達したイタリアのルネサンスの学芸に憧れたフランス人ではあったが彼らは私的自己表現だけは母語のフランス語を用いたいという「二婚一妻」そこに引用なのですが二婚一妻の意識があったそれで次の博士論文の 陰翼ですが和要塞ののに続いたのでありますその時フランスとイタリアのことをやってた平川がなんで日本の近代の思想史をしてやるんだその関係が分かった人は日本にいませんでしたね江東人も分からなかっただけどジャンセンだけは分かったアメリカのでそれであの私それから続けて日本と外国にまたがる問題を多く論じました 西洋の衝撃と日本とか日本の西洋化などを学術上の対象にしそれが認められてケンブリッジ・ヒストリー・オブ・ジャパンに出筆を依頼されたわけであります。もっとも40代の頃の私は自分の学問がどの辺に位置しているかよくわからなかった。闇雲に勉強していると新しい視野が開け論文が次々とかけて 活人すると反響があっって楽しかった私は東から西へ行った大貝漱石諭吉孝太郎といった人々だけでなく東から西へ近づいた人も調べました私自身も多く日本語で書いたがあの、えー、それ先ほど主張書きました「Japan's Love Hate Relationship with the West」を出したわけですそうしましたら私は 日本でも器用砲変の激しい男なんですが英語の書評も同じでしたで上智大の日本語研究所のドイツ人の男の所長が新聞の反面を使って絶賛してくれたすると赤坂のゲーテインスティテュートの女のドイツ人所長が学術誌でボロクソにケチをつけた私が その二人の男女が仲が悪いのではないかと思いました、ね、えでだけどケチをつけられると大変ですよあの出版社で再判はあの考えたけどやめようかなんて言ってきましたからねで私はあの小泉役もことをラフカリオホの専門家として内外に多少知られましたがこのハーンも実はキヨホウの激しい男ですで あのファカルティメンバーになるのが遅れた関係で私は米国での長期滞在は満46歳からと出遅れたものです渡米して英文でオリジナルな研究を出すためには私が得意な分野で学問の第一線に立っているという自信がなければならないハーンはアメリカ英語で書いた人で文学的国籍はアメリカ作家です しかし日本から多くの材料を拾っている。その日本関係については私の方が西洋のハーン学者より詳しいから学者として発言権があると思っておりました。で、ハーンは日露戦争が始まった1904年に亡くなった。当時は日本が西洋中心の国際社会の新参謀として注目されたこともあり、日本紹介者としてのハーンは世界的名声を 白し,まし,たしかし1930年代から米英では極端に評判が悪くなったそれは日本の軍国主義化に伴いハンは日本のプロパガンダのために働いた日本政府御用のエージェントだったのではないかそんな悪口を言われたからでありますでしかしあの小泉彌君は我が国では会談の作家として 日本人の心を解き明かした日本解釈者としても評判がいいオーストリアでも評判がいい、えー、中国でも今日龍眼医さんが見えてますがあの魯人の弟の周作人などが紹介して評判は決して悪くない、ね、でそうするとあのあ日本でも一般読者だけでなくて夏目漱石や 志賀直哉など作家たちも非常に高く買っているで私は米国到着当初はハーンみたいなつまらぬ作家を研究するのはよせと相談する一と言に言われひどく困りました米国の文学研究者も日本専門家も皆さんそれ親切心であの大変真面目な顔をしてそう言ったからますます困りましたところが私はまあ 自分の判断に自信がある頑固者ですから、20世紀後半の米英における反評価のこの低さと、日本における反のへのカーの評価の高さ、この認識ギャップ、引用11ですが、この評価の落差こそ、比較研究の好対象となると、逆に考え直しました。 東大の本を出会えた方ここにもいらっしゃいますが英文科の方などは本国で評判が高いとその人を研究するんですね本国で評判が悪くなると帰り見もしない本国の研究の代理店になっているわけでありますそれでいいのかまあそんな悪口を今言いましたでそれでですねあの書きましたらね 日本語でいろいろ書いてあったもんですから、で、あの、で私が書いた論がいいっていうのを小林秀雄が新潮の編集所に行ったんですね。それで、もうあの坂本さんが盛んに私に書かせたから、それで私がちょっと名を出しました。それから、あのそれを英語に次々と直したら、それがまあ面白いっていうんで、あのロンドンの 出版社から出版室以来が次に来てまあこれも日本の経済大国としての復活と関係したのかもしれませんが甚ははだ面白いことになって世界的にちょっとした反リバイバルの機運が生まれたわけでありますでギリシャ生まれのハンはアイルランドとイングランドとフランスで教育を受けアメリカへ移民しマルティニックで暮らして文明を挙げそれから来日しました。 世界の多くの地を旅し、複数の文化に溶け込んだ作家でしたから、私の賞に会いました、えー。いろんな学会をするといろんな土地に行けたわけであります。ハーンはまた水泳が好きで、世界各地で泳ぎましたから、先ほど写真でご覧のように、私も世界各地の学会でハーンについて発表した後泳いだわけであります。寒くて街灯を着た ごいいらっしゃいましゃましたで、えー、私は2つの文化にまたがって生きて生活活躍した人そのために誤解もされた人や文化について多く取り上げましたそしてそのうちに米国側の誤解には共通する歪みがあることに気がつきました第一の例は日本に帰化した藩に対する 西洋側の誤解偏見ですね引用10に書きましたが「ハーン・ウェント・ネイティブ」と言われた「ハーンは土人になった」ということですで日本に聞かせたハーンに対する否定的な見方とそれと裏腹の関係にある「日本人はハーンが日本を美化して書いたからハーンが好きなのだ」「日本における小泉悪魔に対する高評価は 日本人のナルシシズムの現れだとする見方でそういう面も確かにあるのではありますがしかし日本で小泉八雲が愛読されるのは英語作家で日本で一番読まれたのはそして一番多く教科書に使われたのはあのシェイクスピアではなくてハーンなのではないでしょうか。そそそういういしてそのハーンを どう評価するかということは、日本を正当な地位に復権させることにもなるのだと思いました。で、西洋側の歪んだ誤解の第二の例は、ハーンがいち早くその価値を認めたが、日本研究の大家、バジェル・ホール・チェンバレン以下が、その価値を頭から否定した神道についてであります。 で、神道とは何かを外国人に説明することに、まあ私、ちょっと努めました。で、2012年に、神道について西洋の作家はどう見ているかという問題を、私は初め、フランス語の短調をパリのラルマタン書店から出しました。フランスで出した理由は、西洋で神道に深い理解を示した人は、 ラフカリオ・ハーンと並んで詩人で駐日大使であったポール・クローデルの2人だからであります。クローデルはフランスでは大詩人として地位が大変高いが、しかし彼の日本関係の3文は英訳されておらず、英語圏の読者はクローデルにも神道にも関心が薄い。ところがハーンはフランス語に2度ほど訳されており、 フランスにも理解者がいる。それで私はフランス語で書きました。それをもとに東京二卒会館で日本語とフランス語で講演した。えー、するとフランス志向の日本のご婦人方に大変喜ばれました。本席にもあのフランス育ちの渡辺真さんもおいでいかと思います。それで あこれはいけると思いまして日本語引用12ですがその西洋人の浸透感という日本語版をあの伊藤さんいらっしゃるかな川出書房から出しましたで今の日本の知識層には一旦西洋人の目を通して眺めた日本の文化の方がはっきりと分かるねで フランス人の目を通して日本人の宗教的アイデンティティもつかめるということもあるのです。するとその延長線上で明治神宮の方に巧みに誘導されて、What is 神道という日英両語の小冊子もあそこにいらっしゃる牧野陽子さんと協調で出しました。私はこのように東西世界を空間的に俯瞰し、 世界の中の中日本を歴史的に俯瞰するよう努めました。<coughs> 西洋キリスト教本位の見方も中国本位の見方もまた特定のイデオロギー本位の見方もまた日本至上主義の見方も問わずそれでも日本にまつわる誤解は解こうとして書いてきたそうしたら平川はバランスのとれた伏眼・ のアプローチをするとか言われますが、本当でしょうか、うん？私は中学生の頃から、平川は科学的な嘘をついて人を担ぐのが上手だと言われましたから。あの皆様、これからの本論に本論も眉に唾してお聞きください。では、本論に入ります。で、西洋人の神道館では。 神道に対して、好意的な見方を、や解釈を次々と拾いました。すると、それは日本人読者の多くが極めて自然に共感する神道的感覚でありましたから、それに私の書物がフランスからの里帰りというもの珍しい成立事をもって、評判がよくございました。しかし、神道に対しては、明治初年以来、西洋人の間では、 否定的な解釈の方が実は主流でありまして、特に第二次大戦で日本の国家神となるものに対して、激烈な批判があり、悪いイメージが内外に固着して今でも残っております。でその国家神となるものに対して、副眼的アプローチをするとどうなるか、これは皆様、誰かお書きになりますと。 きっと素晴らしい博士論文になる高大目だと私は思います。で、明治以来今日に至るまでのその見方は、否定的の多数派と肯定的の少数派の2つに分かれました。その第一が引用重視、神道に対する否定的解釈の変遷で、戦争中の米英人の日本宗教知識は何に由来するか。 学問的には、権威ある出典の第一は、えー、引用十五ですか、バジル・ホール・チェンバレン、シングズ・ジャパニーズ第一版は1890年、第六版は1939年に出た、神道の項目と、同じくチェンバレンが1910年に書いた、The Invention of a New Religion で、えー、第二は、この二つの作品を復遍した D.C. ホルトン The Political Philosophy of Modern Shinto A Study of the State Religion of Japan であります占領軍が神社神道を国家神道と言い直したのはこの本の副題に由来いたします最初は1922年に出ましたこの研究や読み方によっては神道について好意的な結論も悪意的な結論も共に引き出せる論文で 神道について素晴らしい3文の数々を残したクローデル大使もホルトムを読んでおります。しかし同じ本でも日米関係が悪化すると、えー、あの同じ記述のある部分を拡大して、軍国主義を助長した精神的基礎としての国家神道などという 反日プロパガンダ用に仕立てることもできました。で、戦争中の米国の浸透が悪いという非難は、チェンバレン・ホルトムに由来するというより、実は911のあと、狂信的なテロリズムが出るのは、あれはイスラム教が悪いのだ、そういう非難が米国でわっと出たのと、似通った心理と見る方が正しいのかと、私は思います。しかしかここでは 歴史的に神道についてどう言われてきたか西洋側の指摘の是非を見てみましょう。神道がファナティックな上位層の背後にあることはこれは事実でそういう認識は幕末維新に来日した西洋人にありました。時々斬られましたからね。でしかし尊王攘夷は開国和親にあっという間に変わり 暗殺の脅威は全く薄らぎ、明治政府の中で、浸透家の地位はたちまち下がり、岩倉使節団が米王に会覧に出るこには、日本に信教の自由が実質的に認められるようになります。島崎闘争の夜明け前には、その際の失意の浸透家が描かれています。島崎闘争の父はそれで あの家で開いた春ねそれで気が狂ってしまった。で、それで、えー、だから彼らにとっては明治維新は裏切られた革命だったんですね。で、明治7年2月に横浜で新党シンポジウムともいうべきものがあの開催されました。えー、遠田勝氏に立派な研究がありますが、その時の結論が、引用16。 神道 which means literally the way of the gods, is a name given to the mythology and vague ancestor and nature worship which preceded the, the introduction of Buddhism into Japan. でこの先は私、訳を読みますから、皆様英語をご覧ください。神道はしばしば宗教とみなされることが多いが、ほとんどその名に値しない。日本で神道を 愛国的な制度として維持しようとしている当局者でさえもそう言っている。神道にはまとまった教義もなければ、聖書、経典の類もなく、道徳規範も書いている。人々の心を動かすには、あまりに空虚であり、あまりに実質に乏しかった。仏教に比べて、神道はそれ自体の中に深い根を持つものではなかったのである。 これがチェンバレン、ヘボン、ブラウン、アーネスト・サトアストン、パークスらの英米の日本通が集まって討議して出した結論でありますこのように神道を低く見る見方に意を唱えたのが明治二十三年遅れて日本に来たラフカリオ・ハーンで彼の来日第一作 社の日本の面影、グリーンプシーズ・オブ・アンファミリア・ジャパンは、出雲の新東風俗の民俗学的知見を書き留めて、それは鮮やかです。柳田国夫の日本民俗学はこれに、これをもとにして出発しました。で、えー、ハーンは日本で暮らした14年間、 日本人の死後の世界に関心があってそれであの会談もその関心の表れなんですねで1904年に死にますがその年に出た遺作が「ジャパン・アンナ・テンプ・タ・ト・インタプリテーション」というえ神道でもって日本社会を解明しようとした大胆な試みですがしかしこれは失敗作だと私は思いますハーンは しかし民族に古くから根ざした信仰は外来の宗教でそう簡単になくなるものではないとそういうことを来日以前のマルティニック島の黒人の信仰や迷信を調べた経験からよく分かっておりましただから日本に仏教が入ろうが文明開化になろうが神道は残ると予想していて に来ててみたらたら果してそうだったそして今の日本も実は正月明治神宮へ行けばお分かりになるように神徒は盛んなんですね初詣に300万、えー、キリスト教の本山のローマのサンピエトロ時の前にクリスマスの日に集まるカトリック信者は30万でありますで 英米のフルテオールドジャパンハンドたちの文明開化とともに神道は消滅するという予測は外れました外れたから明治中期に神道が盛んになったときにあのチェンバレンは新宗教の発明だって言い張ったんじゃないんですかねで、まあ、日清日露の戦いに勝利した日本ではナショナリズムの高揚とともに 神道が盛んになり、まあ、天皇崇拝の念も強くなるでその神道の復活をチェンバレンは新宗教の発明と呼びましたでその内容は神社参拝とか宮城余拝とかの儀礼面とそれから天皇崇拝愛国主義の強調する思想面ですねで誰が非難されているかというと大和魂を拒垂した 明治日本の代表作は、ニトベ・イナゾウの武士道だというわけです。原文を引きますと、引用17ですが、Mr. ニトベ・イナゾウ 's 武士道 The Soul of Japan is a chief work championing the view criticized by me in the foregoing pages と出ている。で、日本では、ニトベは国際主義の代表者のように 言われますが武士道を唱えた二戸部は日本の新しい愛国教である官僚たちの手で作られた新しい神道のチャンピオンだというレッテルを貼られました同一人物について各も異なる見方があり得るということを皆様何卒ご承知ください西洋側の日本理解は日本人の自国理解と 時にかかなりかけ離れていいるととうことですそして私はニトベ稲蔵にも日本愛国教の大げさな点はあると思いますね。外国人に囲まれて負けてはならんぞと思って、それであの肩を張りすぎたんだっていうのがニトベの下で働いた川西実像師の感想であります。それから あの申し添えますと、このように調べますと、神道が軍国日本の主役の根源に言う方が間違いだ、いだとお考えになるかもしれませんが、私は満州事変以後の日本の言論空間で、日本主義とか天皇至上主義の愛国者に大問題があったことは否定いたしません。年の 天皇帰還説に発する見部達吉、一木喜徳郎への非難、国体名朝宣言などは、天皇の神格化,化による学問の弾圧、言論の圧迫となりました。しかし、それでもって天皇がゴッドエンペラーになったかというと、私はそうは思わない。それは日本の神は英語のゴッドとは違うからで、西洋のゴッドは、 人間を創造しまししままたた作りましたが日本では人が死んででで神になるわけでちょうど正反対でありますだからゴッド・エンペラーとアメリカ人が誤解してるから人間宣言を出せと言ったのがブライスさんなんですね。私は人間宣言に関係した山梨勝野進様は私の親戚でよく存じ上げていてブライスさんからは私習いましたから。 その2人をよく知ってるのは私だなと思って、それで人間宣言のについて論文を書いたわけであります。それも英語に訳しました。で、しかし、今日は長くなりますから、ここは天皇論を述べることは差し控えます。私は初めに、藩について日米の評価の違いという問題を取り上げ、 次に日本固有の宗教文化である神道について、反の解釈と、の米英の日本学者の解釈の違いやずれを問題といたしました。すると、その米英側の理解だか誤解だかの延長線上に、軍国主義を助長した精神的基礎としての国家神道という、戦時アメリカ側の敵国日本理解というか、極解の 問題がが浮かび上がってきましただとすると、この問題について、大切なのは国家神道について宗教学的に研究することか、そうではなくて、戦時下米国の反日プロパガンダがどうやって出来上がったか、それがどのような国家神道なるイメージを作ったか、その、それの見当をつけることの方が先ではないでしょうか。 であの本席にお見えでしょうか、明治神宮の関係者の方は、あの引用18ですが、何時の敵、日本を知れ、ノー・ユエネミー・ジャパンというフランク・カプラ監督が作った、これ、有名な監督ですねで、プロパガンダの作り方はうまいんですが、神道のことは何にも知らない人なんです、それが作った映画、日本に新調するアメリカ兵の全員に、 教育用に見せたせ宣伝映画、本席においでの方でご覧になった方はいませんかもうあ、いやで恐、恐るべきもんですね。で、あの、えーあの、それを見ると、戦時下の米国人の神道を含む日本理解がどんなものか、検討がつきます。アメリカ側が1943年頃日本の敗北を、 予測して用意した戦後日本の設計について、イオキベマコ部誠以下が大変感心していらっしゃいますが、それはまあ結構ですが、アメリカ側の日本理解には、分野によっては大変ばらつきがあり、限度があり、歪みがありました。日本の神道のリアリティと、米英人が戦時中にイメージした神道のギャップの大きさについて、 心配した人が米英にもおりました。で、あの日本の神道や天皇は、米英のプロパガンダで言われるような悪者ではないといった有名、有力者が2人、1人は戦争勃発まで10年間、駐日米国大使を務めたグルーで、もう1人は英国の外交官で、 これは日本に三十何年住んでいた日本文化史や西欧世界と日本を書いたジョージ・サンソムであります。二人とも敵国日本と平和を回復するには天皇や神道を偏見で見ていてはいけないと思っておりました。で、19ですが、グルーは天皇と天皇制とが日本の侵略的軍国主義の 根底にあると見なす人々は歴史の事実に疎い人々であると1942年12月29日のシカゴ演説で言ったそれが言ったためにひどい目に遭いましたニューヨーク・タイムズの2月2日に叩かれて読みますと先制的新生政治を擁護することは 我々アメリカ人の心情に配置する。近代の神道は、ナチズムと同様に、発行一粒の標語のもとに、傍聴主義の教義と化し、全世界を日本天皇の支配下に統合することを説いている。神なる天皇や聖戦の教義は、ナチズムやファシズムに劣らず危険であり、これらは我々が既に排除することを誓ったところである。 我々の軍隊が太平洋において、神道や日本天皇に象徴されるものすべてに対して戦っている、戦っている現在、それをいささかでも擁護するがごとき、言動は間違いであろう、そう酷評されてしまって、グルーはそれから一切講演はいたしませんでした。対日戦争が終わるや 米国国務省内の新中国派の手で国務省から追放され真珠湾の奇襲を事前に察知しなかったというので告訴までされました私は米国滞在中国務省の日本専門家と何人か親しくなりましたがグルーは日本側に騙された人という程度の認識でありましたで敗戦後日本側は GHQ の顧問としてグルーが来ることを待ち望んだのですが来たのはというか押しかけて来日し総司令部の要職に就いたのは30代半ばの当時はまだ共産主義審判だった E.H. ノーマンでありましたそんな米国内の近代の神道はナチズムと同じだという日本観を 米国の参謀本部関係者など、潜入者を持っておりましたから、それでそれに基づいて、マッカーサー総司令官に日本統治を指示した。ポツダム宣言の枠を超えて、敗戦国日本に対して、アメリカが、ワシントンがいろいろ指令を出したので、マッカーサーは驚いたぐらいであります。9月2日に降伏調印 がされた4日に、に、トゥルーマン大統領承認の任用20の降伏後における米国の初期対日方針が、占領軍総司令部に伝達され、日本国が再び米国の脅威となり、あるいは世界の平和と安全の脅威とならぬことを確実にするために、日本国は完全に武装解除され、かつ非軍事化されるべし。 軍国主義および侵略主義の精神を表示する制度は強力に抑圧せられるべし、宗教的信仰の自由は占領とともに直ちに宣言されるべし、同時に日本人に対し、強国家主義的および軍国主義的組織および運動は宗教の外非の陰に隠れるをえざる旨を明示せられるべし。えー この宗教的信仰の自由は占領とともに直ちに宣言するべしと出たのはあの戦前の日本にいた宣教師たちの意見も反映されておりましてアメリカ人には文明開化とはキリスト教家だという、まあ、思い込みが強いんですね。マッカーサーも非常にその信念を持っていた。それもあって宣教師の側には神道や 天皇信仰があるからキリスト教の宣風を妨げるという否定的見解が強く行われる傾向がありました。で、この引用の後半は、ワシントンの理解では、軍国主義日本では、神徒を国境にしているから、宗教選択の自由は戦時中の日本にはないと言っているかに見えます。で、それはアメリカ側の不正確な日本認識で、あの、 日本は神道国家の宗教にしたと果たして言えるのかどうかですね。で内洋空虚といわれた同じ神道が70年後の1944年昭和19年には日本の強烈的な愛国的国家主義のバックボーンと認定されました。日本の天皇崇拝、ゴッドエンペラーを中心とする神道が 西洋キリスト教文明の敵役としてクローズアップされたのはその年の秋からフィリピンでついで沖縄で日本の神風特攻隊が出動したからです特攻隊員は爆弾を積んだ飛行機ものとも敵艦船に体当たりを試みた米軍はこの必死の攻撃に驚愕し天皇を荒人神とする神道の 宗教的共振のゆえと説明しました。果たしてそうであったのか。特攻隊員は自分を犠牲にしても国のため、同胞のためと思い、飛び立っていたのではないでしょうか。生きて帰らぬ攻撃は私は邪道と思い、参加強制はもってのほかと思います。しかし私自身は、来世の存在を信ぜぬ合意主義者であろうとも、 自分があの頃飛行兵であったならば、マリアナ基地から飛来する敵爆撃機が原子爆弾を積んでおり、それを日本の都市に落とそうとしているという情報が解読され、事前にそうと分かっていたならば、たとえ自分自身が死のうとも、必ずや体当たり攻撃を試みただろうと思っております。その気持ちは今も のの奥底どっかに潜んでいますそうである以上日本の飛行兵一人一人の行為をファナティックと呼びそれを国家神道のせいにするのは失礼ではないかと思います。ね、えもっとも日本人の中にもそのような旧敵国側の見方に同調なさる方もたくさんいらっしゃいます。ええ、私は 1930年代から40年代にかけて教育を受けました。もし、神道が日本の国家宗教にされていたのであるならば、えー、国公立の学校では、それを教える宗教の時間があってしかるべきはずですが、そんなものはなかった。で神道を教えるクラスはありませんでした。戦時下の日本でしたから、九場予配の行事はあり、毎月8日は対正法大日として、 先生のを読み上げられました国家主義者による神道の利用も捜査ももちろんありました神がかりの愛国的正論を発,する人はあの発言する人はおりましたしかし神道を国家神道にしたしたからそれでもって日本人が必死の愛国精神を発揮したという解釈はいかがなものか でそもそも日本人は自身は戦争中は国家神道という言葉を聞いたことがないんです。で日本人はその神道ディレクティブが出て初めて国家神道という言葉を聞かされたしかもそれが神社神道と同じということでそれは神道そのものが占領軍によって標的にされたと感じました。皇室の宗教である神道について 弁明した私のクラスメートの父親の哲学教授はそれを密告されて教職を終われ戦後一家は惨めな生活を強いられました私なども触らぬ神にたたりなしで神とは口にしないようになってそのタブーは私の場合三十数年続きましたで国家神道とか言われたが 神道が国境だったわけではないんで、深田祐介は私と同世代ですが、戦争中にカトリック信者になっています。フィリピンから来た南方特別留学生は、昭和18年、19年、日曜日ごとに四谷のイグナチオ教会へ行って、日本人の信者と一緒に、あのあ、の式に出て、そして後でおせんべいなどをいただいております。第一高等学校では 竹山道夫が学徒出演を控えて生死の問題に悩む生徒のために上智大学のホイベルス神父に来てもらいましたで単にドイツ語を教えるというためではなくそのために来てもらってそれで事実カトリックになった一校の秀才が二人ほど私も存じておりますで私は昭和18年に国史の時間に あの島原の乱のことを小学校6年生では習いましたその時マスター上級あの同級生がいましてね森川宗教それが教師用っていうあの国士教科書教師用というのを持ってきて見せてくれたそこに何て書いてあるかっていうと「島原の乱については教える時クラスにキリスト教信者の子どももいるかもしれないからそうした子どもたちがいじめられることのないように 教え方に注意することと書いてありました日本はそういう意味ではまあ80年前に見た記憶ですから間違いかもしれない誰か調べてください。であの米国人も神道が日本の国教ナショナル・リリジョンとはさすがに言えず人事や神道のことをステイト・神道と呼んだわけであります。 で明治22年の引用21、第2報告憲法28条に、日本新民は安寧秩序を妨げず、および親民たるの義務に背かざる限りにおいて、信教の自由を有すとありました。なるほど、戦争中、山本氏制のような信者は、おい、アーメンなどとあの、教練の時間に、教官にいじめられたかもしれません。 実は私も昭和15年 YWCA に通っていた姉をアーメンそうめん冷やそうめんなどとあの呼んでおりました、えー、新井ささぐという清書学者は牧師の息子で戦争中それでいじめられたから天皇制は憎むべきもののように言っていますがその程度のいじめは森外が留学中この息を止留はいでっていうあの言われたというのと 大差なないいことじゃないでしょうかで戦時中の博文館の辞演も、で国境というのを引くと、引用22ですが、国家が認めて国民の信奉すべき宗教と定め、国境の一部としてその教務を取り扱う宗教、我が国では憲法において、信教の自由を公認しているから、 国境の制度はないとあり、実は戦後の,あの、えー、自演も同じ文章であります。で、しかし、日本には、神社神道を制度的に国家神道にしたと勘ぐられるような行政措置が取られたことがありました。これがどのようなイ動オロギーで背景があって取られた措置なのか。 実は,はっきりしないんですが明治33年に直令で内務省は社寺局を廃止しその社寺局っていうんだとあのキリスト教が入らない印象があるからそれでそれはあの、えー、宗教国にしそれで神社局と宗教局を2つに分けて設置した。で神社行政を 一般宗教業績から分離してまあ過去にはあの吉田神道とか今の日本にもあの根拠教とか天理教などの名を冠する教派神道があの13派ございますそれに対して私たちがあの神道として思い浮かべるのは伊勢神宮はじめ天皇家のご先祖を祭り国家の祭祀を執り行う由緒ある厚田神宮とか かつては官兵大社などと言いました。それから村の氏神様と呼ばれるような、いわゆる神社神道であります。で、日本政府は、神社神道、えー、あ、宗派神道とその神社神道を分けて、宗派神道は従来通り他の宗教とともに社寺局を改めた宗教局の管理下に置き、 後者は内務省の神社局の管轄下に置いた。なぜそのような方をしたかというと、まあ、宮沢俊義教授は、明治憲法の信教の自由と神社の国境的取り扱いの矛盾を解消するために、政府が神社は宗教にあらずという説明をしたのだと述べてますが、どうもそれは、 あの正しくはないらしいね。で、あの神社は宗教ではないんじゃないか、チェンバレンが言ったんですね。明治の日本の有能な管理は、チェンバレンを密かに読んで、あ,あ、そうかと思ったんじゃないでしょうか。あの戦後ね、日本のかなり有力な財界の有力者とか、そういう人が英語で日本について説明しているように言って、実はライシャワーの日本の そのまままっててるなんんいう例たたくさんありました外交官でもそうなんですよ。明治の日本の外交官で一番英語がよくできたっていう人の回顧録に実は私はチェンバレンのシングスジャパニーズを使ってたというのが出てくるんで情けない限りですねまあ日本人が自分で外国語で書くとどうしてもうまく書けませんからあの外国人の書いたものを借りる。そのうちに日本についいても知識がないから 外国人に洗脳されるこれもこういうことは言うと私も頂上に叱られますが脳内白人化してしまうんですね。ねあのなんですか。であの「神道は実は他宗教との共存しうる教宗教で今度改正憲法の全文には和をもって尊しとなす」。 というのを国勢として掲げたらいいんじゃないかと思いますねなぜ聖徳太子が十七条憲法の最初に和を持って尊しとなすしたかというとあの時は祖先崇拝は新党派のもののべしとねそうでない当時の近代派の 大陸文化輸入派聖徳太子も実は仏教仏典を入れたおんでそうなんですけどその対立で非常に多くの血が流れたからだから和をもって尊しとなすというのを日本の憲法といいますか国家基本法の最初に掲げたんですねどの国でも自分の神を尊べっていうのが最初に来るんです キリスト教でもイスラムでもそうです。だけど、日本は大陸の周辺にあったせいで、周辺文化というのは大陸文化を受け付けるから、その時に対立構想が起こらないように、トレランス、輪を持って尊しとなすということを説いたんだろうと思います。で、祖先崇拝は市民儀礼だから、あの、柏しを打つ人が、 お寺で合唱,あの合唱して祈ることを妨げないというのが実は日本のしで、たりで皆さん個人のために先生が黙祷を命じるあの、えー、ウクライナで大勢の人が死んでるその人のために黙祷をしましょうというそうすると黙祷も一種の宗教行為ではないか。 っていう人が出てこないとは限らないんですね。今あの葬儀の時に花束を捧げます。とあれはキリスト教の方式に則っ,ったものだって言って抗議する人がやはりいらっしゃるそうですね。だけどそういうあの厳しいことを言い出すと大変なことになる。ね。であの昔はフランスにで戦死した アメリカ兵の兵隊はみんな十字架で立ってます。今、アーリントン墓地では十字架ではないね。それは、あのアーリントン墓地は複数の宗教の人を葬る側だ。そう言ってるわけであります。で、あの、神道は他の宗教が神道を認めないといわない限り共存しうる宗教だっていうと、そういう理屈で、 靖国神社に戦死者の霊を祀ることもできるのではないかと思いますがそういう説明は非常に難しいだろうとは思いますでカトリックの側はあのプロテスタントの側と違ってその神道との分離ということを厳しく言わないんですねだから渡辺昭一氏はカトリックですけれども にについいいいてて非常に見事な論文を書いてらっしゃいますで、えー、そうしますとあの、えー、どうなりますか、えー、あのとにかく神道はそのキリスト教やイスラムのような一神教という意味での宗教の名に値しないで明治代の日本人の宗教観というのはそうなんですね。 あの当時の西洋でも宗教っていうのはなんか一神教であるように考えてたんじゃないでしょうか。あのブルフィンチの、バルフィンチですか、あのギリシャ・ローマ神話の最初にあの、多神教はなくなって、今は一神教の世界ですがって書いてある。だけど、それはブルフィンチが日本の信徒のことを知らなかった。でラフカデ・ファンが日本に来て嬉しかったのは、自分の母あの国はギリシャで、 多神教で、ギリシャの達神教は死んでしまったけれども、日本に来たら達神教が生きていた、それでもう嬉しかったんですね。で、それで、あの、人事や信宗教にあらずという分類に反対する日本の学者、明治33年におりました、ミナカタ・クマックスが有名です。であのそれで あの戦前の東大には神道学の講座もあったようですね、これは神道師令でなくなっちゃった、あの神宮工学館は神道師令で廃校になって、それであの16年経ってあの復活しました、その時あの学長に呼ばれたのは吉田茂だったということを。 この間、安倍晋三様からお聞きして、へあの吉田茂みたいな軍部反対の人をあの、神道の研究所の学校に持ってくれば、あ誰も文句言わないだろうという、そういう配慮だったんですね。で、その、ホルトムが支持したあの加藤っていう人は、やはりあの神道は宗教で、陰用二十四に国家的神道ももちろん宗教であって、 その外形的形式の方面は、主として神社神道として現れ、その精神内容は国体神道として、個々の一貫その存在を保持していると思う。国家神道は、神社神道としては、内務省神社局の支配を受け、国体神道としては、我が、 国に教育の根本にその進展を形成して、従って文部省監督の下で、学校教育はいずれも国,体国家、国際神道の精神にのっとって実行されている云々と、まあ、こういう立場の人もいたわけであります。で、1945年9月、アメリカ占領軍が日本側の鈴木忠和終戦連絡 委員会委員長に9月最初に会った時に戦犯容疑者リストが手渡されましたすであの。どうもノーマンが作ったという説があるんですがそこに「G ・加藤」という名前があって鈴木が陸軍省に問い合わせてもそんな将軍はいないし海軍省に尋ねてもそんな提督はいないそれは神道学者の加藤現地で戦前 神道思想を英文でも述べたために、八重玉に上がったで。ナチスの思想家として、20世紀の神話の作者、アルフレッド・ローゼンベルク、戦争犯罪人として、ニューロンベルク裁判で裁かれ、公主刑になりました。日本で神道・神道家として誰かいないかで、他に特に目立った人がいないもんだから、加藤の名前が出た。 米国占領軍の日本理解はナチスドイツとの類推アナロジーで行われましたからこんな調子で戦犯狩りが行われたわけでありますドイツのナチス主義とその並列的に位置づけられそんな関係で国家神道がにまれたということであります日本人を狂信的な戦闘に駆り立てる魔術の 国家神道を偏強な国家主義思想に凝り固まった極めて先導的な宗教であると見なす、どうもその程度の神道についての前提知識で、昭和20年12月15日にアメリカ占領軍は、バンス中尉・チ、ま、ュ、あ、キリスト教関係の方で、戦前、松山の高等学校で3年間ですか、4年間ですか、英語を教えてました。 その人の執筆の浸透指令が出ました。で、日本国民を国,国定宗教への信仰を強制から解放するのが目的であるという全文がついてるんです。で、引用25ですが、えー、もう時間があまりないと思いますから、あの、訳だけ読みますと、皆さん英語見てください。国や公共団体が 国家信徒を保護,監督保護監督財政的援助をして国家神道を広めることの中立国から予算からお金が出てるから国家神道だっていうんですねあのドイツではねハンナチ氏のためにキリスト教を盛り立てようとして政党もあのキリスト教民主党とかっていましたねでドイツでは 全国民から税金を取り出してそれをあのカトリックとプロテスタントの割合に分けて配ってたんです最初のうちは。ねそうしたらそのキリスト教にはあのユダヤ人を憎む思想が出ているねあのユダヤ人は嘘つきだそれはダンテの新曲にもひかれてますけどだからそのキリスト教こそが ユダヤ人排斥の思想の元になったのではないか。と言ったのは竹山道夫で。ね、その時から上智大学に通っていた。ヨリ子は。ロゲンドルフ神父と。会っても口も聞いてくれなくなったそうであります。また脱線しました。えーえ。と。そうしますとね。だから、あの。あの、その。お金があんまり。 たくさんん出てないんですよ実を言うとだけどあの神社の核社格っていうのを決めましてねあのそ,れそれからあのだからあの宮司が管理になったわけですあのお金が政府から出てるちょっとですけど、まあ、でそれでその予算を削るで大したことがなかった。であの占領軍は 宮司が神社の庭に人々を集めて日米決戦のための味演説をやってるだろうと思ったそういうふうに教育されてやってきたから村の神社の秋祭りにもう秋にすぐ秋祭りやるんですねそうすると村人が集まってくると洋服がありませんから福員してきたから 兵隊さんの服着てて集まってくるわけねそうすると米国兵がいよいよ暴動だっていうん、ね、であ,あれな,なんだなんだと心配して青い顔してあのリエゾンオフィサーに問いただしたそれがあの、えー、私の,あの先生の何て言いましたっけ 皆さんその話聞いたことないそこにいる学生だった方。え <laughs> あのそれでねその子をアメリカ兵と付き合った人は彼らが神道についてどんなにゆがんだイメージを持ってたかっていうことがそれでわかるわけであります。ね、あのしかし私はね元井井りがも読んじゃいけないんだと思いましたね。それであの 戦後15年経って元々の田舎の「上山文」を読んでねああいい学問論だなと思って私も大学院で最初にウ上山文を読むようにいたしましたでそうしますとえあのどういうことかえあの あと何分あります。う<分>何分。大きな声で。でえ。あ、そうですか。<laughs> あ、それはいけないね。あの、実はですね。その。世界に冠たる日本っていうのは。そうね。それはね、何の役目かっていうとね。あのあ。あ。その。どうもいけませんな。三分だといけませんな。あの。えー。<laughs> あのそれではね、あの最後の方はもう、やめますが、えー、その、うん、あの新党支援とともにね、大東亜戦争ということは使っちゃいけない。ね それからあの、あれですね、発行一っということは使っちゃいけないって言ったんですね。で、今日お手元に配った新聞に書いてあったかな、私の叔父は英語教師でだったんですけどあの、戦争中に子供が生まれましてね、発行一遇の公にヒロシという名前つけて、で、あれは、We are all brothers、我々みんな兄弟だ。であの 発行一部にね、世界を征服するなんていう訳は、アストンの役にはついてないんですがあの、ナチス・ドイツの世界征服思想の対になるものとして神道を捉えているから、発行一部ってちょっと意味の、はっきりしないこ葉ばね、小谷文丸が昭和15年に使い出したんですが、それを世界を征服するように日本人は、 運命づけられているっているう,うに訳したんですね。で今でもプリンストンのハードエイカーなんてその役を使ってるそれはね日本に来てねキリスト教系の,あの天皇性を悪く言う宗教学者その人とばかし会って話をするからなんですであの山口輝臣っていう方の,あの戦後史における国家信道とはよく調べてあって あのよか読んで感心しましたが、そういう人の論文を読むと、あの戦後、その日本憲法、あるいは日本の天皇制についての考え方っていうのは、その国家神道が悪いという前提、それ,にあたそれをもとにしてできてますから、あの宮沢憲法なんていうのは、いや、明治維新から日本は、 神道を国境に定めてみたいいな書き方でひどいもんだ,なと思いましただからそれに対する反論をもう少し書いてまた敵ができるかなと思っているところであります <laughs> 本日は皆様ご清聴ありがとうございました平川先生ありがとうございました。 あの閉会の挨拶をですね産経新聞農せ委員長井上正人より申し上げます。あの中国の方もいらっしゃいましたけど、私もお話大丈夫でしょうね。<laughs> <laughs> あ、どうぞお座りください。そうですか。え本日は本当にありがとうございました。本当にあの万宝が開、えー、けましてあの予定より 多い、皆様、欲しい、いただき、誠に、ありがとうございました。今日は、本当に、あの、平川、教授の講義を。九十番、間ずっと堪能させていただきまして、本当に、ありがとうございました。いいいい今一度、皆さん大きな拍手をしていただきます。いいでも、私が申し上げることは、全く、次の懇親会が迫っておりますので、もう、あの、何も、私も十。 30分ぐらいしゃべれると思ったんですがもうやめまして <laughs> <laughs>、えー、一言だけあの最初にビデオが出ておりましたよう、ね、に平川先生はあの師範学校の,あのう今の筑波大学附属小学校の前身でございますがそこの、えー、特別科学学級におられまして今の,今の日本の教育よりよほど進んだ戦時中の方がよほど進んでったというのが平川先生のこの 今のお姿を見たらわかると思います。この中の同級生は素晴らしい方々ばかりで。それはご本人。彼らはみんな、どんさいなんですよ。どんさい軍団です,です <laughs>。私は秀才組そうですね。ええー、そのとおじゃございますんで。<laughs> ええー、そういうことで、本も、あの、それ大変面白い本ですね。ぜひ、えー、お読みいただければと思います。いやいやええー、それとこれから。あのね、世界で飛び級を認めない大国は日本だけなんですよ。 そんなことしてていいんですかまあ、そういうことだそうです <laughs> そしてあのこれからで、ね、明日から久々と新能殿下は、えー、筑波大学附属高等学校に進学されますけどもその大先輩で、えー、ございまして明日筑波大学の学長に平川先生の講義をぜひ新能殿下に聞かせてほしいと、えー、これから言いに行きますんで皆様ご支援のほどよろしくお願いいたします今日は本当に本当にありがとうございました 平川先生ありがとうございましたいい、えー。先生がご退場されます。この後ですね、先生あの向かいのレストランアラスカでですね、軽食を用意しております。あの平川先生ご夫妻とのですね、懇談をお楽しみください。えー、平岡先生退場されます。ご夫妻どうもありがとうございました。 先生、ありがとうございました。楽しかったです。大学教授の話があんなに面白いと皆さん、ご存知か,か、えー、非常にあの面白かったです。ありがとうございました。先生のお仕事ってのは、本当に重厚で、強大なものでありますけれども、しかし、ご覧のように、お人はいつも大変に、 迷路で、で、快私は先生の文章のファンであります。平賀先生の文章を読むことはあの先生の文章を読むことは私の読書生活の楽しみであります。楽しみの一つであります。つい先生だってあの出版されました。 大の東京佐賀川の消防本社がさっきのスクリーンに映っておりました私その400ページに何々とする大綱をです。そのカかばんに入れようとしたら入らなくてですね表紙だけパクてって持ってまいりましたこの小籔文章を読んでみますとですね あの90歳になんなんとする大河の書いたものとは全く思われないご準備はよろしいでしょうかええー、ご唱和ください先生5歳おめでとうございますそれではみんなで、えー、乾杯をまいりたいと思いますご唱和ください乾杯乾杯、えー 皆様はですね、食事の方がですね、多くの方に応援しておりますんでですね、一方通行ですけども、ぜひお取りになってください。ありがとうございます。